経営、最高給与を受ける営業担当者の営業戦略は、多岐にわたる可能性がありますが、一般的には、パフォーマンスと成功した営業技術に基づいて構成されています以下に、最高給与を受ける営業担当者が成功に至るために重要な要素を説明します。1、目標の設定と計画の立案、最高給与を受ける営業担当者は、明確な目標を設定し、そのための計画を立てます。例えば、 年間の販売目標を設定し、その達成に向けた詳細な計画を策定します。2、顧客関係の管理、営業担当者は、顧客との関係を維持し、発展させることが重要です。最高給与を受ける営業担当者は、顧客との関係を非常に重視し、継続的なコミュニケーションと顧客のニーズの把握を通じて顧客満足度を高めます。3、製品またはサービスの理解、営業においては、 提供すすするる製品またはサービスを理解することが重要です最高給与を受ける営業担当者は自身の製品またはサービスに対する専門性を持ちこれをもとに顧客の問題を解決し新しいビジネスの機会を創出します。4積極的なマーケティングと営業戦略の実施最高給与を受ける営業担当者は積極的なマーケティングと営業戦略を実施します顧客のニーズを理解し それに対応したカスタマイズされたソリューションを提供します。5問題解決能力と交渉スキル問題解決能力と交渉スキルは営業において不可欠です最高給与を受ける営業担当者は顧客の問題を迅速に特定し解決する能力と効果的な交渉スキルを持っていますこれらの要素が組み合わさり最高給与を受ける営業担当者の営業戦略を構成しています